どうぞプラビットの達成とある人とドレスということで、今回は日本で起きた神隠しがヤバすぎる件について紹介していきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。お願いします。噛んでる。お願いします。わかりますか、神隠し。千と千尋のやつですか。あ、そうです。まあ、わかりやすく言うとあれですよね。はいはいはい。トンネルに入ったところ、うんうん、まあ、あれは、千尋のことを追ってるドキュメンタリーだから、はいはいはい、千尋が中で起きた出来事を映像化してるけど、はいはい、周りの人からしたら、確かに千尋が突然いなくなったわけですよね。はいはいはい。あれが神隠しということで、実在するんですよ。ゴッドカムフラッシュ。おっと、英語で言ったよ。あと何言うんだろう。ということで、まあ神隠しというものの定義があるので、うん、ざっくり説明します。人が消える怪奇現象のことを言います。簡単に言うと失踪事件です。主な原因は山での遭難と言われています。実際多くの子供が山で見つかっています。しかし中には熊に食べられた子供も何人かいます。最近の熊は餌を求めて人里に来るので身近な存在になっています。また人間の味を覚えた熊は人間だけを襲い続けます。ここだけの話ですが、日本の森の多くは熊の生息地です。途絶えた場所に人骨が見つかっており、熊に襲われる人々は年々増えています。ということで、ちょっと待って、はい、思ってたんと違う。うん、だから食われとんねん。神秘的なことじゃないってことよね。はい、はい、だからまあ割と食物連鎖。はい、そうね。え、要するにもうハニーハントでしょ。だからいやいやポップやな。何やそれ。結局ハニーハントだったって。違う。まあまあ、で、これね、だからそういうのを踏まえて聞いてください。神隠しがちょっとわかりやすくなります。6月から7月にかけて神隠しが多い。なぜだかわかりますか？今の内容を踏まえてください。わかりました。何ですか？冬眠から目覚めました。あ、惜しいですね。この時期っていうのは熊の繁殖期です。ああ、じゃあムラムラしてんだ。違う。子孫繁栄のために体力をつけなきゃいけない。いっぱい食べて。なんでムラついてんの、ほんで。でも夏合宿みたいな感じでしょ。ポップに言うてるさ、ご飯をめちゃくちゃもうね、食えみたいな感じで。お前キングオブポップだな。で、今言ったのも存在します。秋になると神隠しが増えます。これは冬眠に備えて熊が餌をたくさん食べるということですね。で、熊の胃から人間の一部が見つかるというのは、まあ、いっぱいあると。あとはですね、子供が熊の縄張りに入ったということで襲われてしまうっていうケースが多いと。じゃあまあ、なんでこんなことになるかっていうことなんですよ。僕らも山を登ったりするけど、別に何もなく帰ってくるわけじゃないですか。なんでこういうことが起きるかっていうと、山の奥に行き過ぎてしまったと。で、これ山が広ければ広いほど当たり前ですが、捜索が困難と。見つける確率は低いですよね。で、川に入って流されたと。そういうパターンもあります。はい。で、日本の川は意外と深い。で、崖から落ちたりとか、岩から落ちてしまうとこうなると。で、これ不思議なんですけど、神隠しに合うじゃないですか。はい、ハニーハントされるとするじゃないですか。はいはい、今2種類今あるんでね、はい。親はかなりの確率で、反対側、違う方向を探す傾向があるらしいんですよ。なんで？わかるんですよ。子供がいなくなった場合、多くの親は探しに行きますよね。はい、しかし、大半の親は違う方向を探しています。その間、子供はどんどん離れていきます。中には違う県に行く子供もいるそうです。もしも子供が消えた場合、ずっと探さずに警察を呼びましょう。警察は大勢で探すので、早くすれば見つかりますということで。時間経っちゃうことが問題だってことか。そうなるほど。で、こっからがちょっと怖くなります。神隠しっていうスピリチュアルなものではなく、ハニーハントっていう怖いものでもなく、さらにえげつないところに行きます。北朝鮮による拉致説。日本には北朝鮮の工作員がたくさんいます。中には子供を拉致する人もいるそうです。子供を拉致する理由は優秀なスパイにするためです。子供は物覚えが良く、洗脳しやすいので、拉致の対象になっています。実際拉致された子供は北朝鮮で教育されています。最近では海上自衛隊が監視しており、北朝鮮に連れて行くのが困難になりました。なので拉致も可能性は非常に低くはなりました。でも昔は拉致される子供がたくさんいました。昔めっちゃあったよね、うん、テレビ番組とかでもめちゃくちゃ特集してたし、はい、覚えてるわ俺。それはもう拉致られてた。これなんかでやってたんだよね。あるね、一定の自我とか、その自分で何かをするっていうのが芽生える前の子供を英才教育するわけですよ、うん、そこで人を殺してはいけないとか、その辺の教育を丸ごとなくすんだって、うん、
で、何が出来上がるかっていうと、スパイだったりとか、まあその要するに殺し屋さんは子供が多いと。大人になってから殺し屋になるケースってあんまり多くないらしいです。だってダメなことっていう罪悪感とかが勝っちゃうよね。邪魔するのよ、うん、確かに確かに。だから子供の時からそういう教育をする必要があると。で、最後に実際にあった神隠しのお話をしたいと思います。坪野高専女性失踪事件。坪野高専は富山県にある倒産した旅館の廃墟です。1996年にここで肝試しをしたと思われる女性2人が行方不明になっており、有名な心霊神隠しスポットとして知られています。行方不明になった女性2人は家族に肝試しに行くと伝えて出かけた際、その後一切連絡が取れなくなりました。警察の捜査も虚しく、現在も2人は見つかっていません。1996年。はい、僕結構あるんですけど、僕生まれた年なんですよ。めちゃくちゃ事件ないですか1996年って。うん、だからそもそも1年がめちゃくちゃあんのよ365日でなるほど。で、事件なんてめちゃくちゃあんのよお前だけそのなんか選ばれたみたいな顔すなよ。あ、たまたまなんだ。全然あんのよ。あと96年別にお前のものじゃないからみんなのものまあ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 いいですお前のものじゃない代表の顔すなよ、うん。だからこういうその要するに心霊スポットで行方不明とかなったりするから神隠しが存在するんじゃないかって言われるわけですね。あ、実は地元の千葉県にも神隠しスポットありまして。スポット、ここ結構有名らしいんですけど、はい、八幡の藪知らず、はい、千葉県にある森の呼び名で、古くから足を踏み入れると二度と戻っては来られないと呼ばれる神隠しスポットです。で、今でも立ち入ることを禁止とされているらしい。あ、いなくなっちゃうから。そこがさ、もしかして北朝鮮のさ、そのとこなんちゃう、決められてる拉致スポット。え、だから今はないって言うて、北朝鮮のやつは昔その海の警備が甘かったから触られてたけど、今はないね。確かに。だから神隠しはその別のルートで今ね、怖いよ怖いよっていう方向に持っていこうとしたのに、北朝鮮の方に戻したら、もう今までやってきたその心霊とか俺がね、だん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 怖い方につく。ということで、以上が日本に存在する神隠しの真実でした。はい、だから熊がね、まあ大半はそう、うん、山でしか起きてないわけじゃなくて、まずそう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 、基本的には。で、山で起きるから神隠しと呼ばれ、うん、街で起きたら誘拐と呼ばれます。だから呼び名が変わってる時点で、そうそうそう、そう、うん。だから今回の収穫としては熊なの、はいはいはい、山では熊、そう、神隠しが。で、街ではダイヤモンド、はい、ダイヤモンド誘拐と、あ、誘拐なのよまあこの大勢の人に僕らが広められることすれば、まあ山はあんまりねやめとこっていう、おすすめしないね。そうですね。あと熊がやっぱね、繁殖する時期とか冬眠前とかは気をつけた方がいいし、あの規定のルートを通っていればこういうことは起きないと思うので、それさえ気をつけてくださいっていうね、素晴らしい呼びかけでした。あと子供は絶対行かない方がいいですね。そうですね。うん、だし、あの目を離しちゃダメですね。あと俺解決策見つけたんですけど。何ですか？あの、お腹空いてるから人間食べに来るわけじゃん、はい、もう山にパチンコとかでおにぎり1000個ぐらいパン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 って打てば、もうおにぎりでお腹いっぱいになるんで、うん、来ないですよ多分。なんでクマがおにぎり好きなの？こんばんは。こんばんは。大変なことが起きました。はい、どうしたんですか？12月17日に発売した僕らのセカンドフルアルバム細胞分裂がオリコンデイリー1位です。おめでとうございます。日本で一番 CD がその日に売れたんですよ、うん、ランキングやばくないですかこれ。いや、すっごい。でも俺感じたことがあって、うん、俺もやっぱ大人っぽい方というか、それ子よりもやっぱ幼い子の方が好きなんですよ、はいはいはい。でもやっぱその世界で頂点取れたのがやっぱめちゃくちゃ嬉しいです、うん、ロリコンランキングじゃないのよ。オリコンなのよ。いや、マジでロリコンランキングないよ。マジで。違う違う、ないからね。振ってきてはずるいよね。今ロリコンランキングの誘ってたから、誘って突き放すのよ。最終的に怒られたの俺ないのよ。ずるいずるい。ということで、ご購入いただいた皆様ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ別にこれで販売が終わる
とかじゃなくて、いやもうこっからですから、はい、とりあえずそのオリコンランキングデイリー1位、はい、そしてタワレコも1位、はい、で前作前々作もなぜか9位10位にランクインするというこの謎の現象が起きてるんですけど、ありがたいな。